司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言能力という能力があります。まあ、法律上は遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力ということになってます。まあ、結局は遺言の内容が分かった状態、まあその分かってできるという能力になると思われます。でポイントは2つあって、その遺言が分かった状態でできるっていうのは年齢制限、まあ未成年者で15歳以上じゃないとダメですよっていう、まあこれは法律上決まってます。であとは逆に高齢者が認知症とか病気とかで判断能力、その遺言の内容が分からない状態になってるとダメですよっていうのがありますんで、その2点でまあ、遺言能力がないと判断されるケースがあると思うんですが、まあ、そうでなければ、まあ、遺言の能力ありということで、まあ、遺言の効力が発生するということになりますので、まあ、そういう、こう年齢制限と認知症とかじゃなければ大丈夫とお考えください。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。